こんばんは。フジテレビプラスウルトララインナップ発表会2022ご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日の司会進行を務めさせていただきます、例によってですね、フジテレビの人間じゃないのに司会させていただいております、グループ会社です。日本放送アナウンサーの吉田久典です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ああいいですね、もうこんばんは楽しみですって、YouTube の方でコメントしていただいている方もいらっしゃいますね。学部さん、はい、ありがとうございます。さて、2018年10月からフジテレビの新たなアニメ放送枠として誕生したプラスウルトラ、高品質で世界水準のアニメーション作品を日本をはじめ世界にも向けて発信することをスローガンに掲げて、チャレンジングな作品を世に送り出して参りました。アニメファンの一人として思うイメージで言うと、硬派な作品が多いなと。でそして細部への作り込みがとても細かい作品がプラスウルトラ多いなというふうに思っているんですが、そもそもロゴデザインもう何度となく目にしていらっしゃる方いると思いますが、ロゴデザインやムービングのこれディレクションがかの、大友克洋さんですからね。いやというこのプラスウルトラですが、これまでもですね世界に打って出てまいりましたが、去年の9月にですね世界200以上の国や地域で日本のアニメ作品や漫画などのコンテンツ配信を行う世界最大級のアニメ配信プラットフォームクランチロールをパートナーに迎えまして、新たな共同制作体制で取り組むことが発表されています。そんなですねプラスウルトラがどのように生まれ変わってどのような作品を作り出していくのか、今後の作品ラインナップも含めてご紹介していく、そんな配信イベントです。あ、こんばんはって言ってくださってる方がいっぱいいらっしゃいますね。さあ、じゃあそれではですね、まず新たに生まれ変わったプラスウルトラの中核人物の皆様にご登場いただきたいと思います。ご紹介しましょう。フジテレビプラスウルトラ編集長森明俊さん、クランチロールアニメプロダクションチームバイスプレジデント山口孝也さん、スローカーブ代表取締役小畑俊明さんです。どうぞ。さあそれではまずはですねお一人ずつご挨拶いただきたいと思います。森さんからお願いします。はい、フジテレビプラスウルトラ担当しております森と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして山口さんお願いします。はい、クランチロールアニメプロダクションチームの山口と申します。今日はよろしくお願いします。続きまして小畑さんお願いします。スローカーブの小畑と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあそれではですね、皆様もどうぞおかけいただきまして、はい、お願いいたします。まずはビジネスマン3人ということですよね。ご登場いただいたのはクリエイターはこの後にご登場いただくということで、じゃあそれではこれ森さんにお伺いするのがいいかなと思うんですけども、はい、今この、いわゆるかっこよく言うと座組っていうやつですが、この3社が協力することになった経緯とか意図とか教えていただいていいですか。はい、まずちょっと私の方からお話しさせていただきますと、2018年にこのプラスウルトラという枠を立ち上げさせていただいて、その時のコンセプトが日本を、のみならず全世界の方に響くコンテンツを作る送る枠だということだったんですけれども、そういったものをこの3年4年やらせていただいておりまして、その海外のいわゆる知見だったりそういったものを企画段階からより入れていくことで、よりそういったものがそういったコンテンツ肉薄するものが作れるんじゃないかっていうところを模索しているっていうタイミングで、このクランチロールさんスローカブさんっていうところの座組が、出来上がったという形なんですけども、クランチロールさん的にはどうですか。そうですね、クランチロールでも数年前から、日本のアニメ作品への制作出資というものは取り組んできたんですけれども、よりその開発制作、運用までを一貫して長期にわたって一緒にやっていけるパートナーというのを探している中で、今回ご縁があって同じビジョンを共有するフジテレビさんスローカブさんとご一緒するということになりました。じゃあこれはもう順番的にはスローカブさんにもお伺いしたいといいと思いますが、まず日本のアニメファンだともしかしたらクランチロールっていうとそんな馴染みないかもしれませんけど、世界のアニメファンに話を聞くと、もう俺もクランチロール俺もクランチロールみたいな、そんな存在ですからね。でちなみにスローカーブさんはアニメーションの、この、イベントや制作の現場にいると宣伝とかいうことになると、スローカーブさんが今回もご担当なんですねみたいな、イメージの存在なんですが、スローカーブさんは今回どのような関わり方を。はい、企画とプロデュースを全般的にやらせていただいているのと、あともともとマーケティングプロモーションやってる会社なので、
日本と海外をつなぐような、マーケティングっていうのを、今回やらせていただくということで参加しています。僕と山口さんをつないでいただいたのも、はい、プロ株の小畑さんなんですよ。あ、そうなんですか。はい、まあ、きっかけはそうですね。それはお互いなんかこうやろうとしているビジョンが似てるから、この2人が会うと何かが起きるぞということに。タイミングも含めて、はいはい、すごく同じことを考えて、僕も含めてなんですけど同じことを考えていて、うん、今だと思ってお引き合わせしました。まあ、じゃあ森さんにこれはお伺いしたいんですが、はい、世界に向けてというのをプラスウルトラ独自としてもやってきましたけども、はい、やっぱりクランチロールスローカーブさんと組むともう一味違うものが作れるんじゃないかというふうにお思いになった。そうですね、具体的にはクランチロールさんのいわゆるその現地の向こう側のプロデューサーの方とかがもう企画段階で入っていただいたりっていうことも非常に今までの我々にない経験なので非常に刺激的かつあ、そういった見方があるんだっていうところもありますし、まあ、スローカーブさんにはもう逆に今までもう宣伝マーケティングってもうお手の物だったと思うんですけども、やっぱり日本とこう海外のマーケットをうまくこうギャップがあったところをこういった座組でうまくつないでいただくっていうことを非常にやっていただいている中、まあ、我々としてはこうエリアごとの仕事の区分けというかそういったものも一応はやってるんですけど、3社この3社でこの枠っていうのをうまく運営していけたらなっていうところですね。今日これからご紹介する作品も基本的にはフジテレビで放送しますし、クランチロールさんで配信をするといった形になってます。まあ、こうやってクランチロールさんがこう参加されてスローカーブさんも参加されてということになって、今日ラインナップ発表もあるわけじゃないですか。もう企画会議とかはいっぱいしてると思うんですけど、率直に言ってここまで一緒にやってみてのご感想とかはいかがか。じゃあ山口さんから聞いてみましょうか。どうですか。そうですね、非常に毎回刺激的なお話をさせていただいているんですけども、まあ、我々としても海外でのファンというのはこういうものを求めているんですよということであったり、まあ、海外ではこういう面白いものがありますよというのをご紹介をして、まあ、それに対して逆に日本からの視点ではどうかというのを、フジテレビさん、スローカーブさんからいただいてみたいな形で、まあ、お互いにこうすり合わせと発見をしながら毎回議論をしているような形です。世界中のオタクの声が集まってるってことでいいんですかね。そう言ってもいいと思います。はい、じゃあスローカーブさん、小畑さんいかがですか。そうですね、まあ、ちょっと重複してしまうと思うんですけども、とにかく、まあ、企画を作っていく上でやっぱり情報ですよね。はい、膨大なやっぱりデータに基づくなんか情報定量的なものだったり、あと結構僕らがこう思い込みってあったんですよね。多分海外のお客さんってこれ好きだろうなとか、これあんま好きじゃないだろうなとかって結構思い込みが全く違っていたり、まあ、すごいこうなんて言うんでしょうね、知らなかったことだったりがすごくダイレクトに情報として得られて、それが企画に生かせるっていうのは多分あんまりないやり方だったと思うんで、それがすごく新鮮ですし、まあ、強いものになるのかなっていうふうに。じゃあこれ、でもスローカーブさんもすごい我々テレビ局とかメーカーからするとこんな企画持ってくんのっていうすごい劇薬みたいな企画いっぱいこういただきますけどね。まあでも実際にね、海外のお客さんがこれちゃんと受け取ってもらわないとって思うと、やっぱりすごくやっぱこういろんな情報が入ってくるし、ためになってますよね。そうですね、言ってしまうと今までよりも発想が自由になったっていう実感はやっぱありますか。そうですね、僕は自由になったなっていうのと、あとは思い込みでこれってやっぱり海外のマーケットには受けるんじゃないのって思ってたのが実は全然逆だったりとか、そういったことはすごく山口さんとかから教えていただいて、なるほどなっていうのはあります。そうですね、逆に我々の方からすると、まあ、海外ではこういうところが受けるんですよとか、こういうものが好まれるんですよっていうのを本当になんというか真摯に受け止めて検討して一緒に考えてくれるので、まあ、すごくそれはありがたいなと思っています。はい、多分ね、これ具体的にこの作品がこの国でこんな受けてるんですよ、みたいな話をし始めるとすごく面白いんだと思うんですけど、今日は若干のですね、オフィシャル感の漂う発表会でもあるんで、具体的な作品はこの後のタイトル発表に全部取っておかせていただいて、はい、まずはこの3社で協力して世界向けってことですよね。そうですね、はい、世界向けにこれからアニメを生み出していくぞと、はいはい、そういうブランドにもプラスウルトラなってますよということを、ご理解いただければというふうに思っております。ということでまずはですね、ビジネスとオタクの架け橋になるお三方にご登場いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
さん、まあ、見た感じあのこう貫禄のある方が今日は多いかもしれないんですが、基本的に出てくる人はアニメの好きな人しか出てきません。はい、さあそれではですね、今日は詳細を発表する具体策がこの後あるわけなんですけれども、それについてはここから掘り下げていかせていただきたいと思います。では参りましょう。まずはこちらの映像からご覧ください。これは情報量がとても多かったですね。いやちょっとお伺いしたいことが、このまあね本当あの1分なかったかな、ぐらいのですねあの VTR の中にも詰まっていたかというふうに思いますが、こちらエスタブライフ、今回はですねあのそのクリエイティブのど真ん中の皆様にこちらにお越しいただきましてお話を聞かせていただきたいと思います。最初にご紹介するタイトルは谷口五郎さんオリジナル企画エスタブライフです。テレビアニメは2022年4月から放送開始、もう目前です。そしてスマートフォンゲーム、それからアニメ映画と様々なメディアで繰り広げられていく企画ということなんですが、それでは登壇者の方々ご紹介させていただきたいと思います。エスタブライフの生みの親、原案クリエイティブ統括の谷口五郎さん、テレビアニメエスタブライフグレートエスケープの監督橋本裕之さん、プロデューサーを務めるスローカーブの米森博人さん、アニメーションプロデューサーを務めるポリゴンピクチャーズの上村亮介さん、そしてスマートフォンゲームエスタブライフユニティメモリーズのプロデューサー、スクエアエニックスの白井真一さんです。どうぞ。テレビとゲームと映画はてなみたいなびっくりが今タイムライン上にいくつか流れておりますが、その関係者すべて責任者の皆様にお集まりいただいております。ではまずは谷口さんからご挨拶いただいてもよろしいでしょうか。今回のプロジェクトのところでクリエイティブ統括の方を担当させていただきます谷口五郎です。今日はよろしくお願いいたします。いたします。続きまして、橋本さんお願いいたします。はい、こんばんは。テレビアニメエスタブライフグレートエスケープの監督をやらせていただいてます橋本です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして米森さんお願いいたします。はい、本作のプロデューサーを務めさせていただきます、スローカーブの米森と申します。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ続きまして上村さんお願いします。はい、アニメーションの制作担当します、ポリゴンピクチャーズの上村と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあそして白井さんお願いいたします。はい、ゲーム側の制作をしておりますスクエアエニックスの白井と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。もうすでに壇上の皆様だけでも非常に豪華な面々でいらっしゃるんですが、他にもですね、こちらのシナリオにはガトー庄司さんだったりとかですね、他にもクリエイターとして小崎雄介さんが入っていらっしゃったりとかね、あとはこうあの音楽は藤沢義政さんみたいなことが、まあ、発表されているわけなんですが、ここからお話を伺いたいと思います。どうぞ皆様ではおかけいただきまして、さてではこれあのエスタブライフはもうあの先ほどの VTR でも谷口五郎さんが魔改造した東京という言われ方をしていましたが、まあメディアミックスの展開も行っていくということなんですけど、まずビジュアルこちらをご覧いただきたいと思います。どうぞ。はい、とても意味深なそしてカラフルな、はい、ビジュアルなんですけども、あの世界観はまずこちらでナレーション的にご紹介させていただきます。遠い未来の時代、世界人口がピークを迎え減少傾向に転じていた。人類は種の繁栄のため生態系を管理する AI を作り人類の多様化実験を実行。常人、普通の人ですね、獣人、獣の人、
魔族などの遺伝子改造による多様な人種と壁に囲まれたクラスタと呼ばれる多様な街を創造した。あまた存在するクラスタはそれぞれ独自の文化を有し、そこに適性を持つ人類が生活している。そして滅びることがないよう常に AI に管理されながら暮らしているのであるということなんですが、さてこれやっぱり谷口さんにお伺いしたいと思いますが、はいはい、まずこの発想の源っていうのはどういうところにあったんですか。まず、アニメだけじゃなくて、はい、いろんな形の、もの、まあ、メディアミックスというよりはいろんなメディアの人が入ってこれそうな世界を最初に作っちゃおうかなみたいなのがあったんですよ、はい、でそのためにはじゃあやっぱりこう多様性を認めるような世の中を具現化したような世界を作ってしまおうかなと、はい、だからある、まあ、クラスターという形のところで言ってるんですけれども、あるクラスターのところでは、こういう価値観がある、でも別のクラスターではその価値観はダメで別の価値観があるだったりとか、そういう形の多様性のところを、いろいろビジュアルにできるような形の世界を作っちゃって、それによってあとはじゃあアニメの場合はこういう設定がないとやりづらいとか、うん、もしくはゲームにするとしたらこういった形のクラスターがあると作りやすいというのがあったら、それを後で付け加えていくこともできるようないい意味での緩さも伴った世界を作っちゃおうというのがあって、やっていたらこうなっちゃったって感じですかね。こうなっちゃったというのは多様性を認めるとなるともう発想何言ってもそれいいねみたいな感じになってくるってことですか。そうなんですよ、はいはいはい、何でもありになってきちゃって、はい、何でもありとは言ってもどっかに一応最低限の制限を設けないといけないなと、うんうん、だからちょっと軸が作れなくなっちゃいますからね、はい、なのでじゃあなんでこの世界ができたのかっていう形のところでいくと、じゃあそれはやっぱり人類のところが一つの価値観に染まってしまうと当然それは滅びてしまう危険もあるので、はい、そうじゃないようにするためにコントロールするものがあってそうなったのだと、うん、いう形のところで作ろうということで、それによって多分 AI による管理っていうところにこうバックしていったって言えばいいですかね。しかもこの AI が効率化を目指すタイプの AI じゃなくて、かなり暴走気味の AI っていうことなんですかね。あ、そうですね、あまり細かいこととか言うと怒られちゃうので、はい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 、言える範囲のところで言うと、このシステムのところを作ったりとかしたときは多分それで成立していた部分というのがあったのが、当然ながら世代が変わっていったり、うんうん、周辺の人々のリアクションが変わっていったりとかするとズレが存在してくるみたいな、はい、それはどのような形のところでそのズレといったものに関しては対応していけばいいのかというのが、まあ、この後のところでできます。多分テレビアニメだったりとか、うん、もしくはゲームであったりとか劇場アニメだったりとか、そういうところでそれぞれ拾っていけるテーマになりうるかなという、そういう感じですね。でまさに今もう多様性っていうのは世界中が同時に直面しているテーマ、ね、そうですね、結果的にいい感じの時代のところとも合ってきたテーマになってきたかなと思ってますけど、うん、僕は個人的ですけど去年東京オリンピックの取材をずっとしてまして、もう東京オリンピック地元の民が誰もいなかったわけじゃないですか、はい、そうするともう本当世界ってもうこんなにむちゃくちゃなんだって思いながら取材して帰ってきたんですけど、まさにちょっとその匂いがしてくるんですよね。あ、そうですね、多分道徳とか倫理観も違うという形にしちゃったので、はい、そうするともうほとんど別の国みたいな感覚に近いかなと思いますけどね、うん、それが一応東京というある程度近い距離感のところにあると。そうですね、東京を元にしてやる分には怒られないかなと思ったっていうのが。でこれそれ発想を広げると、例えばこれを面白いと思ったこう他の海外の国の方が、例えばアメリカの方が面白いと思ったら全部これサンフランシスコでやってみようみたいなとか。そうです、そうです、はい、アメリカであったりとか中国であったりとか他の国のところにも置き換えてどんどん作っていきたいなっていうのはあるんですよ。なるほど、まずは自分たちが一番分かる東京から行きましょうよと。そうですね、はい、さあということで今のですね世界観を一番感じていただくことができるのが街なのではないかと思いましてですね、こちらにですね舞台となる街のイラストが、もうすでにいくつかイメージボード的なものが完成しているということでご覧いただきましょう。どうぞ。はい、まずですね東京人からするとあなるほどっていう今の街の空気がそういうふうに広がるんだっていうのが分かるんですけど、他の地域にお住まいの方とかもしくは
世界の方からすると本当にどう思われるんだろうという感じですが、ちょっとニヤニヤします、東京人としては。はい、まずだってこれお台場温泉郷で、これ今あの、まあ、ぶっちゃけで言うと我々フジテレビにおりますが、あのフジテレビからお湯流れてますよね。その辺はちょっとテレビアニメの監督の、はい、そうですね、流れてますね、はいはい、でもお台場といえばね、はい、まあ、なんか温泉、そうですね、すごく分かりやすいじゃないですか、物語っていうのがありますけども、そしたらもうなんかフジテレビからお湯が流れちゃってもいいのかなっていう感じで、はいはい、まあ、テレビで今この舞台を作らせていただいたんですけども、はい、まあ、それぐらいこのさっきの多様性のことも含めて、はい、まあ、発想が自由にできるアニメ、まあ、ゲームも含めてそうなのかなとか、そういう企画なのかなと思っていますね。じゃあ今こうクリエイターさんたちのノリとしては、フジテレビで、うん、温泉あるし、え、フジテレビからお湯流しちゃうどうみたいなこと言ったらいいねみたいな話。いや、そうそうそうです、そういうノリになってるところですね。そうです、フジテレビだったら怒られないんじゃないかなっていう感じでちょっと遊んでみてもいいのかなっていう感じになってますね。もうこの時点でここで発表してる時点でフジテレビも共犯ですよね、はい、あ、そうです、そうです、許可は降りてると許可は降りてる、言わなかっただけかもしれないけど許可がなければもう自分はもしかさ次の時にはいないかもしれないあ、これやっぱりあのこうあの米森さんだったりとか上村さんたちもこの世界観設定には関わっていらっしゃるんですか。そうですね、この辺のシナリオ会議の時にいろいろとアイデアとかお話しさせていただいたんですけども、はい、さっきあのご紹介いただいた通り、今回構成にあのガトー庄司さんが入ってくださってるんで、はい、まあ、あのガトーさんと、まあ、ショット監督と谷口監督が、まあ、あのメインになっていろいろ面白いところをご提案いただいたというところになりますね。あ、確かにあのこうガトーさんとかってブレーキかけなかったらどこまででも行きますよっていう瞬間が感じられますけど、その感じですね。そうですね、あの、まあ、ご覧になっていただいて分かる通り、あの、まあ、いろんな各都市にですね、まあ、モニュメントとか特徴となるようなモニュメントとかもいろいろありますので、まあ、どう改造したのかであったりとか、はい、今とここ共通してるんだなだったりとかっていうのをちょっと見てもらって結構楽しむことができるんじゃないかなというふうに思っております。ちなみに上村さんもそういったアイデア出しの会議の現場にいらっしゃったりとかするわけですか。そうですね、基本的にうちの会社はそういったアイデアをこう作っていただいたものを受け取って、はい、じゃあアニメーションでこうどう表現してこう作品として面白くしていくかみたいなところを中心にあの入らせていただきましたっていうところですね。はあ、じゃあ例えばこれで言うと、あの上野動物の森っていうのはもうなんかゲームメーカーも他に敵に回すんじゃないかって感じすら若干しますけど、あの東京人からすると、まあ最も歴史のある動物園がそこにあるな、上野公園っていうものがあるよね、そして上野公園といえば西郷さんだよねっていう銅像があるわけですけど、そのあの巨大な像は西郷さん、それはですね、なんかね、まあもう分かんないですね、分かんないんだ。もうテレビをね楽しみに見てもらうのがいいかなっていう感じですね。はあ、なんかそこなんかこう、まあ、なぜ後ろ向きに立ってるのかみたいな感じを含めて、なるほど、なかなかね、なんかだからそういう意味では結構攻めてるっちゃ攻めてるアニメかもしれないですね。普通だとちょっと、まあ、ちょっと避けましょうかみたいなところを、まあ、割とこのアニメだから大丈夫かなみたいな感じで軽い感じで今やってます。お、じゃ あ、 あの気になるのは池袋ペンジン街って書いてあるんですけど、はい、池袋は分かりますが、うん、ペンジンって何ですか。いやだってあのね、高いビルあるじゃないですか、池袋に有名な、はいはい、あそこのビルの上にはいますよね、水族館、そう、そこにいますよね、はい、ペンギンたち、ペンギンのペン、さっき言ってた獣人がいるっていうのは、そうです、あ、ペンギンのと人の、そうです、ペンギン合わせたような存在が、いやペンギンの人みたいな、ペンギンであり日本語も喋るみたいな、はあ、そういう人たちもいるということですね。ははあ、まあ、なるほど、先ほどね世界観にそういう話ありましたけど、はい、人種としてもそうだし、でもっと言うと三元茶屋が魔法街ってなってるんですけど、はい、ってことは魔法使える人たちもこの世界にはいるんですか。そうですね、まあ、あの魔法は、はい、あの使える人はいます。いる、はい、はあ、まあ、このゲームも、ね、結果的にはこうくっついた企画なので、はい、まあ、魔法を使えた方がいいでしょうっていうことで、はい、まあ、そうですね、そうね、なんか三軒茶とかね、なんかいろんな建物もあったりとかして、はいはいはい、はい、ちょっと怪しい感じにはなってるんですけど、うん、まあ、魔法って言ってもいろいろあるじゃないですか、魔法少女だったり、はい、まあ、魔法使いだったりとか、はい、まあ、そういう人たちが、はい、まあ、暮らす街なのかなみたいな感じですね。ほぼ何でもありですね。そうです、そうです、うん、さっきの多様化の話と多分同じだと思います。海外の人が日本を見たときに多少とんでもとかとんちきな表現になっちゃったみたいな、はい、ところに近いかもしれないですね。日本人がわざわざやっているのに、自らそこの解釈とかどんどんひっくり返していく、そうですね、日本人の中で、あの解釈としてその町とかそこが持ってる要素をこう誇張化していくとどうなるかみたいな。いや、本当に
先ほどもちょっとオリンピックの話しましたけど、オリンピックの時の多様性って一番大切なのは何かなと思ったんですけど、何かやった時にそれつまんないよとか否定するのが一番ダメで、なんかいいなと思ったものに対して他の国のものだろうと何だろうといいねってみんなやっていくとどうも楽しくなってくるぞっていうのが、そうです、それと同じですね。いや今回も監督も統率してこれは違うんだよとかじゃなくて、若いクリエイターさんが何か持ってきたらどんどんやっちゃえみたいな。いやもう本当谷口さん何も反対しないんですもん。何も反対しない、反対しないです。もうだからもう騙されて連れてこられたみたいな感じですよね自分を、うん、もう今回はもう OK する、全てに、全てを OK する、全てを肯定するという。おでその全体で聞いていると、先ほどのナレーションの、 あの設定だけ言っているとシリアスなのかなと思ったんですが、これどっちかっていうと、こちら米森さんコメディですね。あの、まあ、一番最初に谷口さんから、まあ、多様性のお話をしていただいて、すごくこうちゃんとした真面目なお話なのかなっていうふうに思られた方すごくたくさんいると思うんですけど、はい、やっぱりこう何と言いますか、日本の確かにこの企画というか、まあ、このプロジェクト全体がですね、あの、はい、まあ、海外の方にも楽しんでもらえるものっていうのも確かにあるんですけども、やっぱりそこでこの日本のクリエイターらしさみたいなところをなくしてしまっては、うん、多分それはあまりいいことではないんじゃないかなっていう部分もあったので、はい、本当にもうこの、まあ、みんなあの楽しんではっちゃけてや楽しめるものに作ればという形で考えていったっていうところが一番。じゃ あ, あのキーワードとしてはあのはっちゃけてるっていうのは一つ、そうですね、どうしても入ってくると、はい、じゃあもう賑やかな作品を作るぞというのが、そうですね、そちらを目指していってるっていうか、まあ、結果として谷口さん、あとはジャンルによって違いますかね、そのシリアスな度合いとか、はいはいはい、コメディな度合いも、あでも両方できるってことですよね、この世界観をベースに。そうですね、もうあの本当にこっちの端っこからこっちの端っこまでみたいな、うん、できるだけこう多くのことを表現できる形でやっちゃおうという、あのそれも多様性だよねっていう考えですから、はい、なるほど、確かにそうか、ストーリーとかエンターテインメントの多様性も考えるとそうなると、はい。さあその、まあ、こうアニメーションの方は、まあ、テレビもありますし劇場の方も予定されてますが、どうなるのかというところなんですが、他にもですねこういうプロジェクトも用意されているところをちょっとご覧いただきましょう、どうぞ。はい、今回はテレビアニメゲーム劇場版のアニメーションということになってまして、それぞれテーマがあって、テレビアニメはグレートエスケープというサブタイトルがついてますが逃亡で、そして、ゲームに関してはエスタブライフユニティメモリーズ記録と書かれていて、劇場版のアニメーションに関しては変異ということなんですが、これちょっとここまで、お話まだお伺いできてませんが、スクエアエニックスさんにお伺いしたいと思いますが、白井さん、はい、あの今までのところかなり、まあ、今までのですね、あの谷口監督のこう作品ラインナップをご覧いただいても、何やってくるかわからない監督さんでいらっしゃるじゃないですか、はいはい、シリアスからコメディまで、でこの世界観が渡されました、ゲーム側としてはどんなことを考えていらっしゃるわけですか。そうですね、なんか最初に考えたのは、何か一つルール決めないとゲーム側としてはまとまらないなっていうのがあったんで、一つはこんな感じでやりたいですっていうのを出させていただきました、はい、でそうすると、先ほどまでのこの、 あのクリエイティブ統括の谷口さんの立場からすると、何言っても OK っていう感じだったじゃないですか、はい、どんな感じだったんですか。あでもそうですね、こういう形でゲームは表現したいんですけどってお話をさせていただいて、あ、はい、それでいいですよっていう感じでしたね、そこは。じゃあその企画を聞いて、だってプロ、各ジャンルのプロが、はい、自分たちの経験だったりとか、あのもしくはそういったデータのところを元にして、この世界だと多分こういう形でやるというのがベストだと思われますという形のところでプレゼンテーションされた場合、うん、あの要するにビジネス的なこう問題だったりとか、そういうのがない限りにおいては、それをわざわざ否定する理由もない、うん、ということになりますので、はい、だからあのスクエアエニックスさんの方の提示していただいた案というのが、それだけやっぱり説得力があったといえばいいですかね、うん、ああなるほど、こういう形だったらまとまるかというところで納得したというのが大きいですね。ただなんか一つだけ、あのこう、あの今回谷口さんが基準にしていらっしゃりそうなのが、本当にそれやりたいと思ってるってところだけクリエイターに問うてる感じはすごくするんですけど。あそれはもう、クリエイターである限りは当然あるだろうと。なるほど、それは、はいはい、それがなければもう作業になっちゃいますからね、こんな仕事といったものは、はい、まずやりたいものというのは当然あるし、そこのところも多分出てくるだろうっていうのがあるので、そこはもう信用してます。じゃあ、 あの白井さんたちもスクエアエニックスチームとしては、もう本当は普通こういうの出したら何か言われるかなみたいなことも今回の企画に関しては混ぜ込んでいったりしている。表現が難しいんですけど、まあでも、そうですね、最初のなんだろう PV の中でも、はい、
原案の場所に谷口さんのお名前があったと思うんですけども、最初になんかこんな感じのゲームどうでしょうっていうのは実はあったんですよ。あ、はい、ただ多分そこからはだいぶ外れてる気はします。このノリだったらそこまでいっちゃえみたいな感じですか。まあ、自分たちが作りたいものをまあちょっとお話しすれば OK いただけるかなっていうところもあったんで、まあ、これ作りたいですっていうのをぶつけたっていう形です。でそしてこの詳細がすごく知りたいところなんですが、ストーリーがどうなるのか、例えばそのアニメーションだったりとかその劇場版だったりとかのストーリーをなぞるものにはこれならなそう。ゲームはゲーム側で、新しいキャラクターを立てて、ははさっき出てきたクラスターっていう街みたいなものも、はい、新しいものも、まあ、何個か作らせていただいて、その中で、まあ、こんなクラスターどうだろうとか、こんなキャラクターを追っていったらどうだろうみたいなところを提案させていただいてるっていう形になります。じゃあこれ別々の入り口じゃないですか、劇場アニメと、はい、ゲームとテレビアニメそれぞれ別々に入ってきてももちろん面白がれるよと。そうですね、手に見たらそれは面白いだろうけど、はい、別にここからだけでも大丈夫ですよっていう作り方にはなってると。そうですね、それぞれ初めて見られても多分あこういう世界なんだっていうのは分かると思いますし、まあ、例えばゲームをやっていただくとあこういう世界なんだっていうのがちょっとずつこう分かるポイントがあって、それを見た上でアニメをテレビアニメを見たり劇場版のアニメを見たりってすると理解度が深まるみたいなところはちょっと意識させてもらってます。うん、これ僕あんまり責任が全くない立場なんで勝手なこと言うとあれだね、フェイトみたいな感じだねどのシリーズから見てもなるほど分かるみたいなことになりますか。 なんとも言えないです。僕は勝手に言います、はい、ファンとしてなるほどそういうことか、システムが先にあるタイプの作品だなっていうことが今、伝わってきたんですが、じゃあそして、その中でですねもう目前と言っていいと思います、テレビアニメは4月から放送開始と、はい、いうことになっていて、こちらにはエスタブライフグレートエスケープという、まあ、タイトルがついているわけなんですが、まあ、こちら、まあ、一応見ていただくと、まあ、先ほどのこの、ね、AI があって、まあ、クラスターがあってでそこにキャラクターたちがいてということなんですが、先ほど逃亡という言葉がありましたが、アニメのテーマは逃げて逃げて逃げまくる、うん、逃がし屋たちの物語。はい、そうですね、まあ、逃げるとか逃亡ってどうしてもなんかこうマイナスイメージが結構あるじゃないですか、はい、ただそのなんていうかなマイナスイメージをこうプラスに変えていくっていうところで まあ、やりたいなと思っているところなんですよね。なんかなんていうかな無理してやる必要はないよ、うん、逃げた先にも、まあ、また新しいことも残ってるし、まあ、新しいこともまた広がるかもしれないっていうところで逃げるっていうことは別に悪いことじゃないみたいな。まあ、今ちょっと世の中的に結構辛いところでこうギュギュなりながら暮らしている人たちもやっぱりいるかと思うんですよね。なんか辛くてもなんか辞めたくても辞められないとかいうこともあるかもしれないですけど、でも辞めて他のところに行って新しいところでなんかそこで新しい人生がまた生まれるかもしれないっていうことを、まあこのアニメでは言ってるっていう感じですね。テレビアニメはこれ現代人みんなの秘めたる欲望じゃないですか。いやそうそうなんですよ。玉森さんものすごい今深くうなずいてらっしゃいましたけどちょっと逃げたいみたいな気持ちありますか。え、自分がですか。橋本監督もそうですね。そうですね、どうなんですかね。いやいや、それは納品がさ全部終わってからにしてくださいよ逃げるのは逃げるとしてもね。米森さんいかがですか。そうですね、まあ、この作品って基本的にその、まあ、各クラスターに住んでらっしゃる人たち住んでる人たちはですね、まあ、好きでそこに住んではいるんですけど、まあ、とはいえやっぱりその好きでいるからといってその辛くないっていうわけで全然なかったりもするので、うん、まあ、そういった中でこう逃げたいと思っている人たちをまあ逃がしていくっていうような話になるんですけども、まあこういう各クラスターでまあ総合的に危機ができなかったりするような社会で、まあどういうふうな物語を作ったら面白いんだろうなっていう話をちょっとしていた時に、谷口監督の方からこの逃がし屋の話っていうのが面白いんじゃないかっていうのをアイデアをいただいて、いやもうそれがすごくもうさっきまさしくその橋本さんおっしゃったように、まあ、現代的なテーマでもありますので、じゃあちょっとそこを一つテーマとして考えてやっていこうっていう話になったっていう形ですかね。でその、まあ、逃がすということをテーマにして逃がし屋という人たちが存在するというのがアニメーションだそうなんですが、ここでちょっとそのキャラクターたちはもう今日見てもらえるんですよね。はい、はい、ってことでじゃあキャラクターご覧いただきましょう。どうぞ。ほっ、ここなんです、ここなんです。はい、よろしいでしょうか。はいはい、はい、橋本監督といえば、はい、ごちうさの方、はい、というイメージです。はい、で、なるほど、これでこう可愛い女の子たちを描くアニメスタジオさんとこれを作るなら納得って思ったんですが、今回、すみません、上村さん、ポリゴンピクチャーズですよね。そうですね、ポリゴンピクチャーズでございます。ゴリゴリの
ハード作品を作り続けたポリゴンピクチャーズとゴチウサが組むってことですか。そうですね、本当にその我々も、はい、まあ、今までやってきた作品のラインナップの中に、まあ、こういう、はい、まあ、明るく楽しくいわゆるそのメインキャラクターが、まあ、可愛い女の子美少女キャラクターっていうところのは本当にうちにとっても、まあ、あの初挑戦だったっていうのもありますし、本当に、はい、まあ、っていうところもあって、まあ、結構普段うちの作品をこう見てくださっていたユーザー以外の方も多分結構今回は見てくださるんじゃないかなっていうところで結構うちのスタジオとしても、はい、まあ、新しいこうあのファン層の獲得というか、はい、っていうところをなんか目指してこう橋本監督と一緒にこうやっていったって感じですね。あの橋本監督はフル CG でアニメーション作られるの今回初めてですか。はい、それまでは演出として関わってることはあったんですよね、はい、で自分が監督としてやらせてもらうのが今回初めてでしたね。あ、そうするとやっぱり手書きアニメではできなかった演出とかがフル CG だと採用できたりとかそういうのはある。あ、やっぱりそれはありますね。あ、そうなんですね、はい、だからその、まあ、もちろんメリットもあってデメリットもあるところはあるんですけれども、その CG ならではのなんかこう、はい、なんていうかな、 CGだけれども可愛いとか、はい、なんかそういうところ、なんかこう今まで、さっきも上野さんが言ってた通り、その CG をアニメを見てた人たちがあれこんなこともやれんの、こんな風にも見えるんだっていうところを見てもらえれば嬉しいなと思いますね。もう橋本さんの脳内にはきっとあのまだ表現しきれていない可愛い女の子がいっぱいいたわけですよね、はい女の子だけじゃないかもしれないですけど、いやでもまあ確かになんか自分がここに呼ばれたってことはまあ多分可愛い女の子をお前が作るんだぞっていうところを期待されてるんじゃないかなと思いますね。これちょっと谷口さんに聞いてみましょうか。谷口さん、やっぱり橋本さんに来ていただいているというのはそういうご期待はされている。当たり前じゃないですかあ、じゃあもうそういうテイストもいっぱい出してほしいと。そうですね、だからもうこっち側の方にもバーンと振っちゃったタイプの、あのものを作る必要があるだろうと。はい、そうするとまあそういったのをこう好きそう、得意としてそうで、なおかつ女の子が好きそうな人をこう周りでバーッと見たときにいたみたいな女の子が好きそうな人がいた、好きそうっていうのはちょっとなんかいろんな語弊が生まれるのでねあれですけど、ただやっぱほら根っこが好きじゃないとこういうのって難しいですから、はい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 、発注で作るんじゃなくてほっといてもあの可愛い女の子の人を想像しちゃう人じゃないと、そうですね、クリエイターとしてはいけないぞと。はあ、でそして選ばれたキャラクターがこの、まあ、とりあえずメインの逃がし屋5人ですか。これも見て分かる通り、はい、全然逃がし屋っぽくないですよね、まあ、見た感じ。そうですね、まあ、これからカフェを経営するんだろうなっていう感じが。いや、そうなんですよ、だからそういう風 な, なんか、はい、逃亡 の, そのマイナスイメージ、ちょっと暗めなイメージを、はい、どっちかというと明るいイメージで、はい、なのでテレビアニメは割とその明るめ なんか女の子たちが結構楽しくしつつも、そういうちょっと暗いテーマをうまく拾えていくっていうところがあるかなと思いますよね。もう女の子真ん中3人がもう間違いなくもうマルテイス、エクアフェルス、可愛いなってのは分かるじゃないですか、はい、でもしかしたら男性性は、はい、ロボットと獣人に預けられてしまったのかなっていう感じが、うん、そうですね、もう完全に賑やかしですよね、あの2人はでもこれはあれですね、逆に言うとこの世界観だと別のシリーズが始まってもおかしくないわけで、うん、そうすると今度は男性キャラのものすごく魅力的なシリーズをエスタブライフで描く時が来る可能性はもちろんある、うん、わけですよね、はあ、そうです、まずはここから行こうと、うん、そうです、初手はまずこういったところから入っていってみようっていうの入りやすいところから入っていただいてっていう感じですね、うん、せっかくは男性のクリエイターがこう揃ってるんですもんね。そうです、みんな男性しかいないんですからね、ここ今 これちょっと大丈夫ですかね、なんかさっきからこう女性陣が一人もいなくて、まあ、そのうち女性のクリエイターに渡す日も来るんだと思うんですけど、つまりはみんながあの仕事抜きでも好きなところから作っていくぞという、うん、ことですよね。まあ、本当にあの、まあ、皆さん楽しんで作ってっていうところもあるんですけども、はい、あのやっぱりそのこう、まあ、テーマとしてはしっかりしたものがありつつも、はい、まあ、実際作るものに関してはですね、本当にまあ爽快感のある、まあ、逃亡劇といいますか、まあ、逃がし屋劇っていうものをなんか楽しんでもらえば一番いいかなというふうに思っていますね、うん、いやでもそうですよね、多様性とか本当は逃げたいんじゃないっていう提案とか、逃げることはポジティブなんだよっていう話と、可愛い女の子たちとフル CG、たまらんすね、もりもりですね、もりもりでたまらないですね、はい、ということなんですが、さあそのですねエスタブライフなんですが、あのまだまだ気になる情報あると思うんですけども、キャストさんとかね、実はですね2月の3日木曜日、アニメの続報の発表があるそうです。でそしてあのすみません、こちらゲームの方も
ね、しれさんあるんですよね、はい、ちょっとだけ、はい、あのゲームの方も2月の3日に情報の発表が終わりということで、今日からですねアニメ公式サイトツイッターがオープンしましたので、ぜひチェック、そしてフォローもしていただきたいというふうに思っております。でさらに橋本監督ちらっと聞いたら、はい、なんかもうあのポリゴンピクチャーズさんということはあのもうフル CG で作っているので、はい、プレスコとかだったりすると、ああそうですね、もう、先に、声を取らせていただいて、それから、まあ、演技も CG でつけていくというところなので、まあ、もちろんそのもう4月放送なのでもう作業の方はほぼほぼ終わっている。そうですね、さすがにポリゴンさんなんで本当に、はい、もう本当に今もう本当に最後の佳境というところで、本当にその声優さんの音声ももうあの撮り終わっているところで、まあ、基本じゃあその声優さんの演技にこう合ったアニメーションをつけていくっていうようなスタイルでよくやっているの で今回本当にそれプラスその橋本さんの女の子を可愛く見せるノウハウみたいなのをこう手取り足取り叩き込んでいただいて、こう心がぴょんぴょんするまでこう作り上げていくぞっていうようなところで頑張りましたね。いやもう確実にそういう演技がいっぱい堪能できるでしょうし、でしかもこのテレビシリーズがあって、あの劇場版アニメに関しては谷内監督として谷口さんが手掛けられると、あの、まあ、結局プロジェクトのコンセプトを全然こう関わったことがない人に全部説明して、でなおかつ切り口もゲームとは変えてほしい、テレビアニメとも変えてほしいみたいなことをやるとオーダーすることがすごく多いんですよね。 だったらもう自分でやった方が早いかなというのがあって、まあ結局ちょっと劇場版のところに関しては私自身が監督として、まあこのエスタブライフという世界観のある別の面のところを切り取ってお見せする形にしようかなと思っておりますけど、これでもう谷口監督はただどういう作品を作っていらっしゃるかキャリアから全く読めないというですね、さあどんななんだろうというのは、まあこれはちょっと情報公開される日をお待ちいただいた方が、はい、今のこの表情から読み取っていただきたいと、はい、まあ、どんなタイプになるのかは、はい、ちょっとまだここでは内緒ということでお願いします。はい、その、ね、発表されること自体も一つの楽しみにしていただきたいと思います。ということで、テレビアニメエスタブライフグレートエスケープは4月から放送開始、そして、エスタブライフのスマートフォンゲーム劇場アニメもぜひ楽しみにお待ちくださいということで、ご登壇いただきましたクリエイターの皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうぞこちらの方から。いやもうこれ全くもって買ったかもしれませんけど、僕あのプロが二次創作作ってる作品が一番楽しいと思ってるんですけど、あのプロがこの設定を見て自分もやりたいよって思った人がもしかしたら続々と参加してくるような、そんな大きな器にエスタブライフはなっているのかなというようなのを今お話をお伺いしていて思いました。さあじゃあそれでは続いて、こちらの作品です。ご覧いただきましょう。どうぞ。テレビアニメマブラブオルタネイティブ第2期2022年10月放送。はい、この年末年始マブラブオルタネイティブを見ることによってなんだか生きるって大変だなみたいなことを感じた方も多いと思いますが、2021年10月から放送されていましたマブラブオルタネイティブのシーズン2が1年後2022年10月に放送決定です。本当に多くの人々が亡くなるところを作品を通して見つめていたなという気になりましたが、まあ、これもまたねあんまり責任のない、立場の人間で、そして今日は海外でご覧になっている方も多いと思いますので、あえて申し上げますが、今ねちょうど進撃の巨人が最後のアニメーションの方がまとめのフレーズに入ってるじゃないですか、フェーズに。でもともとこのマブラブというのは進撃の巨人に影響を与えたと、まあ、原作者の伊佐山先生もご自分で、影響を受けたって公言していらっしゃる作品だったりするわけなんですが、まあ、改めて古いアニメファンというかゲームファンですね、ゲームファンとしてはもう心にこれいい意味で傷を負った作品だったなっていうのを思い出させる2021年でした。
さてそのマブラブ1月28日にはシーズン1の1話から6話を収録したブルーレイボックスが発売されます。初回生産限定版ではメインキャスト出演によるマブラブエクストラ編のエピソードの一部が収録されたオリジナルドラマが付属するなど、ボリュームも満載の内容になっています。テレビアニメマブラブオルタネイティブは2022年10月から放送開始予定です。ぜひ楽しみにお待ちください。さあここまでは発表されていた情報も含まれていたわけなんですが、続いては今日タイトルが初解禁となるプロジェクトの発表です。まずはこちらの映像をご覧いただきましょう。どうぞ。二兵務む最新作、今滅びゆく世界を揺るがす出会う大雪海のカイナ。大雪海のカイナ、これで大雪海と読むんですね。さて、もう本当にまだ謎に包まれている作品と言っていいと思います。来月2月26日から月刊少年シリウスで漫画が連載開始、そして2023年1月、1年後ですね、テレビアニメ放送予定の大雪海のカイナプロジェクトです。ではこのプロジェクトについてお話しいただく方々にお越しいただいております。安藤博明監督、ポリゴンピクチャーズから森谷秀樹プロデューサー、赤木優子プロデューサー、講談社から漫画の編集を務められます中間圭吾さんです。拍手を持ってお迎えください。さあそれではまずお一人ずつご挨拶をいただきたいと思いますが、まずはリスナーズアジンデ監督、二瓶勤先生の作品ではですね、シドニアの騎士一期で演出、二期のシドニアの騎士第9惑星戦役で副監督を務め、今回の大雪海のカイナ監督を務められます安藤さんからまずご挨拶お願いいたします。はい、ポリゴンピクチャーズでどちらかというとハード系担当です。今回カイナで監督を担当させていただきます安藤です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ続きまして、これまでですね、二瓶勤さんの作品シドニアの騎士シリーズやブラム、他にもですねアジン、レビウスなど多数の作品を手掛けてきた、来年、2023年がスタジオ設立40周年となるポリゴンピクチャーズ取締役副社長の森谷秀樹エグゼクティブプロデューサー、お願いいたします。こんばんは、森谷です。もうこの作品をすごく長い時間をかけて、企画して、いよいよ来年発表できる作品になってますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ続きまして、去年公開された映画シドニアの騎士愛紡ぐ星のプロデューサーなどを務められました赤木優子さん、お願いいたします。はい、ポリゴンピクチャーズの赤木と申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあそして続きまして、月刊少年シリウス担当編集の講談社中間圭吾さん、お願いいたします。漫画版を連載する、講談社月刊少年シリウスの中間と申します。今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあではもうこれ初発表の場ということで、皆様にはゆっくりお話聞かせていただきたいんですが、どうぞおかけいただいて。いやもうすでにタイムラインの中でも新作かとかですね、ロゴがめっちゃ素敵みたいな、コメントが次々こう寄せられていたりするわけなんですが、完全新作に対する驚きがやっぱり多いですね。そうですね、二瓶先生の完全新作ということで、はいはい、このロゴ自体も二瓶先生が直接デザインして書いていただいてロゴになってます。そうなんですね、漢字のこの、ね、書き方とかがいかにも二瓶作品という感じがいたしますが、さてではこちらのストーリーをですね、また、ナレーター的にちょっとご説明させていただきますが、雪海
です、まあ、この雪弓漢字2文字で雪弓により大地が失われつつある世界に無数に生えた巨木軌道樹、はい、軌道というのは、まあ、いわゆるこう周回軌道とかいう軌道ですね、軌道樹、そしてその頂から広がる天幕の上、幕というのはいわゆるこう幕が張るとかいう時の幕ですね、天幕の上、厳しい環境の中で生きる少年カイナと地上から来た少女リリハ、出会うはずのない2人が出会いといった壮大な冒険を予感させる作品となっているわけなんですが、まあ、二瓶勉先生によるハイファンタジー、はい、でポリゴンピクチャーズ40周年記念作品で完全オリジナルということなんですが、これじゃ森谷さんと中間さんにお伺いするのがいいんですかね、あのどうやってこの企画始まったんでしょうか。2014年 のシドニアの騎士の一期の放送が終わったくらいに、はい、まあ、二瓶さんと仲良くなって、はい、で二瓶さんが本気で王道のファンタジーを書いた作品が見たいっていうふうに僕が思いまして、それはもうあの2014年ぐらいになるそうですね、だからなのでもう、はい、ね、下手したらもう来年放送なんでもう、まあ、9年とかそのぐらいもう経っちゃってるんですけれども、放送8年とか9年とかってことですね。そうですね、はい、あの、まあ、その間にちょっとブラムとか、はい、シドニアの続編とかをやってたんでなかなかこう手がつけられなかったんですけれども、まあ、うちのスタッフと一緒に、定期的に二瓶さんと会って、である程度企画ができたところで、まあ、フジテレビ あの森プロデューサーに相談したらもうぜひやりましょうと言っていただけて、でその後はあの、講談社の仲間さん安藤監督とあと、まあ、シドニアでも一緒にしていたあの脚本家の村井さんとか村井貞之さん、はい、山田さんとかにも入ってもらって、もうみんなでストーリーを、まあ、ああでもないこうでもないって言って考えていったっていうような作品ですね、はい。じゃあもうこれは講談社さんとしてもなんて言うんでしょう、あのこう漫画を作るというのはよくあるというかまさにメイン業務だと思いますけど、はい、こんなにこうアニメーションも含めてプラスウルトラで作るみたいな。そうですね、こういった仕事はあまりないというか、最初にこう二瓶さんの、アイディアとか、はい、シナリオ、世界観のキャラクターとか全部作ってから漫画アニメにしていくという形なので、その漫画の二瓶さんがあの連載されていた人形の国の担当を、月刊少年シリーズでしていた関係で、一緒にこう漫画版ということであのプロジェクトに入らせていただきました、はい、であのやっぱりアニメーション作るということになると二瓶先生のリアクションというのはまたいつもとは違うわけですか。そうですね、漫画は講談社ってあのご存知だと思うんですけど、あの担当チーム制なんですが、その担当のチームと、はい、あの二瓶さんとで話しているときとアニメの中のシナリオの会議ですとか、キャラクターとかの絵の監修をされるときとかってまた全然違う顔を見せられていて、はい、ちょっとこれ同時並行でされてたんで、この人はやっぱ本当にすごい人だなっていうふうにちょっと一緒に関わらせていただきながら本当に思ってました。じゃあ漫画家としての二瓶さんとはまた違うクリエイターの扉が開いている。そうですね、それがこうの一面が見えて、なかなかちょっと、森さん漫画の連載を毎月ある中にもかかわらず、こちらのカイナのあのイメージボードとか設定とかを、まあ、大量に本当に50枚100枚ってどんどん書いてってもらってたんで同時並行で、はい、まあ、それは本当に大変ご苦労をかけてしまったなというところはあるんですけど、すごかったですね、本当にすごかったんですね。じゃあそして、まあ、監督についてお伺いしたいんですが、安藤監督、はい、あの安藤監督はもともと二瓶作品の大ファンというふうに、そうですね、まあ、ファンでもあるし、はい、今まで自分が作ってきた映像は多分に二瓶さんの影響を受けてきたものだったので、まずシドニアで声をかけていただいた時もすごく嬉しいことだったんですけど、はい、まあ、今回本当にオリジナルということで楽しく作らせていただきました。じゃあこうなんていうんですか、直接弟子入りしたわけじゃないですけど、はい、気持ち的には弟子みたいな気持ちもどっかある。もう多分に何割かは二瓶勉で出来上がってると思いますね。おでそ のこう、まあ、二瓶さん作品としては、まあ、今までもこうなんですか、シドニアの5話、こうね、なんか中にですねブラムがちょっとこう関わってくるみたいな、一番ファンとしては嬉しい、はい、そうです。 まずシドニアの5話っていうのはポリゴンピクチャーズで二瓶さんのアニメ初めて作った話数なんですね。そうですね、初めてポリゴンピクチャーズが本格的なセル力 CG アニメーションを、はい、やったことなかったんですけども、はいはいはい、最初に作った話のコンテと演出は安藤さんがやってくださいましたね。つまりはこの形この質感で動いているシドニアの騎士のファンって今もう世界中にいらっしゃると思いますが、それの一番初めのクリエイティブに関わられた
そうですね、かなり深いところに入っても、はいはい、やっぱり二瓶さんの世界もですし、あとCG のとしてのアニメの表現、セルアニメとしての表現の利点をできるだけ生かそうと思って作った話数だったんですけどね、はい、でそこから今はね、もうだから去年も映画公開されてますから、6、7年にわたる、もっとか、7、8年にわたる、そうですね、ね、一つの世界を作り上げて、まあ、いらっしゃったわけだと思うんですが、でそしてその子を、まあ、信頼がポリゴンさんと、その二瓶先生の間にある中でオリジナルストーリーを作ろうということになって、ハイファンタジー、でなんかボーイミーツガールだって聞いたんですけど、そうですね、まあ、先ほど の、はい、の PV もあれは漫画の、漫画版の方ですけれども、はい、男女が出会ってっていうような、まあ、かなり王道ファンタジーなところを、まあ、僕らが作っていったらどうなるかっていうところを、はい、まあ、二瓶さん中心になりながら作ったらどうなるかっていうのを、まあ、もう本当に僕も、まあ安藤さんとかもスタッフもそれを見てみたいっていうこと で、まあ、本当にノリでこう作っていったっていうところですかね。まあ、正直それこそこれ赤木さんにお伺いするといいのかもしれませんけど、はい、愛紡ぐ星、はい、まさかあのストーリーで泣くと、泣くストーリーとかあのデザインで泣くと思わなかったっていう風に言ったらいいですかね。まあ、あれも一種の、まあ、はい、人ではない種族と人との、ラブストーリーっていうものを描いたものになりますので、はい、まあ、ちゃんと彼らのラブストーリーとして完成させたかったっていうのは、まあ、制作スタッフ一同の思いでありました。でその実績があるわけで、ではじゃあ今回ボーイミーツガールというのをハイファンタジーの世界でやってもきっと多くの人が見てくれるものになるであろうという確信がもうチーム内にはというよりは、まあ僕らが本当に自分たちで作ってて見たい作品にきっと賛同してくれる人も多いんじゃないかっていうところの方が大きいかもしれないですね。しかもまあちょっと時間もずれてっちゃったところもあるんですけれども、はい、まあ、来年40周年うちのスタジオも迎えるんで、それこそシドニアから始まったセルルック CG のまあ集大成的な作品にしたいなということで、まあ、40周年記念作品ということで打ち出させてもらうことにしました。で先ほどですね、まあ、来年からアニメ、そして漫画はもっとも来月からという話だったんですが、はい、先ほどすごかったっておっしゃってましたが、はい、もう二瓶先生から上がってくるいわゆるこうイメージ絵というか、はい、そのイメージボード的なものというのが迫力がすごかった。そうですね、かなり緻密に書いてあるものからラフなものまでたくさんあるんですけども、とにかくこうその異世界というかそのファンタジー世界のこの生活感とかその世界がこう空気とか全部感じられるような絵を描いて大量に描いていただいたんで、はい、これを漫画ができる人これ誰なんだろうなってちょっと担当編集チーム内ですごくやっぱ悩んだっていうところは本当に正直なところありますね。じゃあその実は今日イメージボードの一部をこちらでご覧いただけるということなので、はいはい、見ていただきましょう。どうぞ。これ左側何と説明していいのか分からないので、これどうしましょう、監督にお伺いするのがいいんですかね。はい、見たことのない、人類まず誰も見たことのないビジュアルだと思うんですけど。そうです、天幕の幕の上を歩く主人公なんですけれども、幕なんですね、地表の上に幕がある、はい、で、まあ、まるで、まあ、空を飛んでるようなそんな絵に、空の上を歩いてるような絵になってるわけなんですが、はい、まあ、そうですね、本当に見たことのない世界っていうのを二瓶さんがイメージされて、で、それをもう本当に克明にいろんな設定を作っていただいて、はい、まあ、その世界をこうアニメでどれだけみんなにリアリティあるものとしてお見せすることができるのかっていうのが今回すごく取り込んだところですので、じゃあこれ赤木さんにお伺いしましょうか。はい、それぞれ、今のその幕が天幕というもので、あと何かこう木のようなもので支えられてますけど、はい、これが木のように見えているものがこちらが、木道樹という、はい、ものすごく地上から生えているものすごく大きな木となります。はい、うん、でこの天幕ってどれぐらいの高さにあるのかなっていうところなんですけれども、雲よりはるか上空というところで、かなり空気の薄い
ところに貼られている幕というふうに形になります。でここで主人公カイナは主人公でいいんですよね。はい、そうです、主人公たちは暮らしている。そうですね、かなり、もちろん天幕の上って、食べ物とかも少ない場所なので、はい、カイナが住んで暮らしている環境としてはかなり厳しい生活をしている形になっています。なんかギリギリ辺境とか言われたら想像できますけど、ほとんど滅びそうな村みたいな感じに今もうなっちゃってるっていうような、世界ですね、この天幕の上は。すごいですよね、なんか限界 の生活環境を想像しろって言われて、この想像力が広がるクリエイターって本当にすごいですよね。でここにこれがボーイミーツガールということで、多分右側がカイナ、そしてヒロインリリハ、リリハですね、でいいんですね、はい、この2人。リリハは、実は地上にも人々が住んでいて、はい、そこで戦争が起こっているところから、天幕に助けを求めに伝説を聞いてそれを信じているリリハが、天幕にまず冒険しに来るわけですよね、はいはいはい、そこで出会うっていうようなところがストーリーの最初になった。何か今中間さんがおっしゃりそうになった。いや、ちょっとみんなこの作品をに発表するのが楽しみだったんで、こうみんな何か言いたくてうずうずしてるんですよね。受けてください。え、なんですか、なんか、まあ、言いたいことがありましたらぜひ。いや、このリリハのセットもデザインもこの素晴らしいですね。こうなんかこれを見た瞬間にみんながこう本当にこれちょっとかっこいいなって思って、はい、いや本当に漫画編集としてこれが見れたの本当に嬉しいなっていう、そういう次第です。これが画面で見られるのが嬉しい、はい、でそしてこれをキャラクターとして動かすのは監督なわけですが、はい、監督はこのデザインとかキャラクターのビジュアルを見たときにどんなお気持ちになられました？この二瓶さんのデザインっていうのはこの見た目というのが決してまあ、見た目すごく独創的なんですけど、すべて物語上の意味があってこの形のデザインがされていて、はい、なぜ彼らがこんな格好 で、でどうしてこんな世界が隔てられてっていうのは、ここはもうまさに、始まるお話の方を見ていただいて楽しみにしてもらいたいところなんですが、まあ、本当にだから一つ一つに設定とどうしてこれがこうなっているのかっていう理由があったりするので、まあ、そこが楽しいところでもあり、ね、アニメするのには安藤さん大変だったりしますよね。そうです、こう普段の日常のルールとまるっきり違うデザインで考えたものなので本当に、何一つとして普段あるものが参考にならなくてデザインすることも動かすことも大変苦労しました。それがアニメーションの最大の魅力じゃないですか。そうです ね、実写でやるよりも絵で表現した方がいいことの根源的な意味が二瓶作品には改めてあるなっていう感じがしますよね。だってまさにヒロインの紬のデザイン描いてこれないんですよ。あいつむが欲しいに話は戻ってしまいますけども、そして今回はハイファンタジーでボーイミーツガールで作りたいということになると、やっぱりなんて言うんでしょう、こうオタクが集まってさっき作っているエスタブライフすっごい楽しそうだなと思ったんですけど、赤木さんとかが参加されてるわけじゃないですか、はいはい、やっぱりちょっとオタクだけのものにならないような意識っていうのはどこかにあったりするんですか？そうですね、ファンタジーの魅力の一つっていろんな方に入り込んでいただきやすいジャンルの一つかなというふうにも思っているので、そういった意味ではオタクの方々のみならず、アニメあんまり見ないけどたまには見てみようかなみたいなお客さんにも楽しんでいただけるような工夫はしております。いや多分この世界観とかデザインを順分に味わうときに、まあ、ストーリーの方はそうですね、納得感がある必要は今度またあるだろうなという感じがしますから、その器の大きさみたいなものを感じますが、さてでこれがテレビアニメとして、まあ、2023年の1月のスタートに向けていろいろ制作をされているということなんですが、もう漫画は来月から、はい、2月26日からですねいうことなんですけども、
その2月26日からスタートということに関して、今日ですね、二平先生からコメントをいただいております。でこちら司会から代読させていただきたいと思います。大雪海のカイナは長い時間をかけて関わってきた物語です。自分のアイデアが他の方々の手によって形作られていくのは、描いた漫画を映像化してもらえるとは少し違った不思議な感じです。まずは竹本糸江先生の漫画として、その後はアニメとしてこの作品を皆さんに楽しんでもらえれば嬉しいです、という言葉をいただきまして、ここで先ほどの VTR にもあったんですけども、竹本糸江先生、この人選は中間さん、はい、はい、ちょっとさっきも言った通り、誰に書いていただくかってのかなりちょっと悩んだところなんですけども、井上先生のそのイメージをですね、はい、はい、シリウスで昔前連載していた獣の僧侶っていう小説の漫画版を、はい、糸江先生が書いていらっしゃって、あれもかなりこう緻密な設定のファンタジーなので、ちょっとこれを書いた方ならいけるんじゃないかっていうことでお願いしたところで、効力を受けていただきましたし、二平先生も竹本先生ならってことでご開拓いただいて、制作をしていただいています。でこれもう2月の26日に連載スタートということは、はい、中間さんご覧になってますよね。そうですね、ね、はい、ご覧になって今どういう感想をお持ちですか。いやここまでなんていうのかな、二平先生の頭の中にあるものを描ける作家さんってそうそういらっしゃらないなっていうことで、アニメーションの皆さんにもちょっとご覧いただいたんですけども、とても僕と同じような感想を持っていただいたと思います。そうですよね、優しい絵なのにとても設定とか緻密で、こうなんでしょうね、説得力があるんですね、うん、特徴ありますね。いやこれやっぱり漫画がスタートしているとなると、こう安藤監督的にはなんですかね、刺激される部分というのはかなりありますか。はい、ある、 ありますが、でもそこはこうこちらも絵作りの方も、優秀な仲間たちがいますので、うん、そこはこちらも頑張ります。大人だから言い方がこうですけど、はっきり僕が翻訳するに負けないぞっていう気持ちが今伝わってきた。今日も、会社で、そして、まあ、自宅のリモート作業でという形で、スタッフたちが頑張って作ってますので、そこはアニメの方も期待していただいていいと思います、ね、2023年1月の作品ですが、もうそんな具体的な作業が進んでいると、はい、とても順調に進んでいます。ということで万全の体制で漫画そしてアニメともにスタートするということになりますが、もう一度繰り返しますと、月刊少年シリウスで2月の23日から連載スタートということになっているんですが、今回ですね、まあ、クランチロールとの協業というお話がありましたが、実はですね、クランチロールでも漫画もですね、アジア以外の全世界で配信予定となっているということですので、これご覧のいただいている世界の方々もですね、いち早く大雪海のカイナーの世界をお楽しみいただけるということになっております。さあまずは漫画から始まってテレビアニメと大雪海のカイナーの、プロジェクト、今日からですね、公式サイトとツイッターも開設されているので、今後続々情報は公開されていきますので、ぜひフォローチェックをお願いしたいというふうに思っております。じゃあまさにここからスタートということですよね、今日はね。そんな中ご登壇いただきました、関係者の皆様どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。月刊シリウスでのですね、漫画連載は2022年2月26日から開始、テレビアニメは2023年1月放送予定です。ぜひお楽しみにお待ちください。いやこちらそうですね、プラスウルトラはしっかりお金かけて良いもの作ってくれるよなとかですね、皆さんの二平勉先生リスペクトが伝わってます、楽しみみたいなことを言っていらっしゃいますが、
さあそれではですね、あっという間に1時間過ぎちゃいましたね。フジテレビプラスウルトララインナップ発表会2022、ここまでとさせていただきたいと思いますが、あのエスタブライフのいろんなクリエイターの力を飲み込もうとしているその作品としてのフレームの大きさみたいなものもすごくワクワクしますし、また孤高の存在二瓶勤先生のことを他の人たちが大好きだからこそこう盛り立てて追いかけていこうという両方の2つの凄さ改めて感じます。で今日ですね、まあ、他にもマブラブもご紹介ありましたが、ご紹介した3作品はもちろんさらなるチャレンジングな作品をプラスウルトラでは企画しているということですので、ぜひ今後もプラスウルトラ新しい体制ができましたからね、こちらのラインナップにご期待いただきたいというふうに思っております。以上ででは発表会ここまでとさせていただきたいと思います。司会進行、あの単なる別の会社のアニメファンの日本放送アナウンサー吉田久典でした。どうもありがとうございました。